一無案ル記は、竜慶一郎が執筆した歴史小説。週刊読売に1 9 8 8年1月3.10日合併号から1989年1月29日号にかけて連載された。舞台は、戦国時代末期。織田信長に仕え、槍の、また左と呼ばれた前田利家には兄利休がいた。その兄の用事が、本作の主人公。 前田慶次郎である。愛は、将夫との出会い、親友、直江兼かとの出会い、朝鮮石膏の任務などを中心に、天下五面の歌舞伎者として知られた、前田慶次郎の活躍を描く。1989年に、柴田連三郎賞を受賞。1990年から1993年に、かけて、本作品を原作とした、原哲夫による漫画。 花の刑事雲のかなたにが執筆されている。小説版に依拠する。少年漫画ということもあり、主人公の年齢が若くなっていることを筆頭に、原作の設定や展開とは大きく変わっているところが、たと見受けられる。雲のかなたにという副題は、竜慶一郎本人の発案である。1995年に、明治座で初演。1997年に、 サンシャイン劇場、翌年1998年には、明治座10月金州公演として再演された。出演者2010年9月に、大阪小畜座で上演。主な配役2014年、宝塚歌劇100周年記念公演の第5弾として、雪組が上演。公演期間は6月6日から7月14日、イコール宝塚大劇場。 8月1日から8月31日イコール東京宝塚劇場。閉園作はマイドリーム宝塚。ありがとうございます。